です。ということでね、今日は私も楽しみにしております。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。もうすごいぞ携帯が。よーしさっくん、Are you ready?いつでも OK で。OK、じゃあ行きましょう。佐々木忠宏、どうぞ。やってました、やってました、やってました、やってました。じゃあね、お決まりのこの一声から行きたいと思います。皆さん、キャンバーワーオよっしゃ、OK。よっしゃ、いい感じの温度差だよ。おっしゃ、大丈夫。懐かしい、4年ぶりのラグザーなんですけどね。あの時もこうだった。はい、大丈夫、ここから上がってきますからね。上がる前に一曲バラードから始めますってことで、卵の黄身より金が好きという曲を聴いてください。卵の黄身より黄身が好き、白身もいいけれどやっぱ黄身が好き。卵の黄身より黄身の殻は脆い、大事にしようよ、大事にしようよ。ふんわりジューシーがいいね、ふわふわした方がいいね。ケチャップ買い忘れたよ、あーごめんね。日曜日は安売りだよ、平日買うより安いよ。ご飯代と食うよ、おいしいのがいいね。卵の黄身より黄身が好き、ふざけてなんかないよ、真面目に言って。みかんサワーのアルコール度数は 4% って言うけれど、お酒があんまり強くないよ、強くない。こっちを向いてよね、えこっちを見てよ、声は届かない、もう届かない。白身の方がすぐに焼け、君はずっと君のままさ。卵の黄身より卵の
せもの掘り出せ軽くなってならどこまでもだから今風に乗って揺れてしまえばいいじゃない。石田さんの無駄、石田さんの無駄、石田さんの無駄。それまで、それまで。Oh, no.
ですね、そんな佐々木なんですけどね、夜は、Uber Eats で、働いてます配達員やってますということでね、そんな中ねできた曲を歌いたいと思います。すごいラブソングなんですけど、ですね、配達でねお届け先に行ったら、なかなか出てこないとね、30分ぐらい待つこともあるんですよ。そんな時ね、鳴らすんですけど全然出てこない、いや困ったなっていう時にできた、ラブソングを聴いてください。聴いてください、ベロ。プリンが大好きでですね、プリンアラモードっていう曲を歌う。
ですけどね、あの大体の人多分9割方歌詞分かってないと思うんですけど、歌詞カードつけてますからちゃんと指示持ってきましたね。はい、お願いします。ということで、はい、50分のライブも30分でできるっていうね、佐々木孝弘でございます。ちょっと久々なんでちょっとテンション上がっちゃいましたね。ごめんなさい。次のスリープはね、私ハムとチーズのパンがねとても大好きなんです。ランチパック、うん、もうこれで100回ぐらい聴いてる人もいるんですけど一応言っときます。そういう曲歌います。愛と平和俺とお前のラビリンス、ハムとチーズのラボリンス、俺とお前の合言葉、セイハムアンチーズ、本当は食べたかったお寿司、おっときすでにお寿司、ユナッセンス、早速食べようぜもんじゃ、どんなもんじゃ、うまく焼けたもんじゃ、ご主人なんていらないじゃ、だって君が大好きなお酢豆板醤、おい焼きビーフンから焼きビーフン、アーモンドハウ、アーモンドハウ、アンドチーズ、ラブアンドピース、yeah, yeah, yeah, yeah. ラブアンドピース、オーライ、ハムアンドチーズ、ラブアンドピース、オーライ。つまずいたら起き上がり方を覚えた君はまだ油断せず、まるで月の引力のよう、まるで突き抜けていくよ。おう、特別隠し味そう小松菜、ほうれん草からはそうさよなら、夢から待つな、俺から待つな、追いかける君はトレジャーエンジェル、 Love and peace, alright, you have and cheese, Love and peace, have and cheese, alright, Love and peace, Have and cheese, Love and peace, oh, have and cheese.Love and peace, ham and cheese, alright. Love and peace, ham and cheese, love and peace, ham and cheese, love and peace.やったんですけど時間がちょっとよく分からなくなったんですけど、あと残り2曲やります。ですね、私ですね、ラクダにですね、一人で出るのは3年か4年ぶりぐらいの、ちょっとごめんなさい、1年ぐらい誤差あるんですけど、ごめんなさい、それぐらいぶりでございまして、私は20代前半の時にですね、仕事を辞めてですね、仕事、まあ、就職したんですけど、その時、そこからですね、ライブの人たちでやってた人たちともちょっと結構疎遠になっちゃって、でその時にですね、ストリート、ラクザストリートっていう500円でできるライブがありまして、それきっかけでですね、もう一回ちょっと歌えるタイミング、きっかけをいただいてっていう、その時にですね、石澤さんがですね声をかけていただいて、面白い鍵盤のイベントがあるよって言って紹介してくれたのが、うずらさんのこの鍵盤はだったっていうことなんですよね。もうそれが2回目だったんですけど、そこからですね、ずっとですね、うずらさんもコロナ中もですね、もう声をかけていただいてですね、ずっと、そこからもう今に至るまでですね、イベントやられててすごいなと思います、本当に。そんな中ですね、呼んでいただけて本当に嬉しいなと、思っております。まあ、ちょっとですね、まあ
結構ラクザですごい出てたんですよ。ライブ出てたというか、今なかなかちょっと最近出てなかったんですけど、あの時もすごい出てて、まああのいろいろね、嬉しいこととか悔しいこととかもいろいろありまして、でもあの横のつながりもね、できて、すごい、そんな、弾き語りを始めるにあたって、すごい、支えていただいた場所でございますというね。まあ、ちょっと今日最後だと思ってたんで、ちょっとそういう感じで、来たんですけど、あの、まあ、実は最後じゃなさそうなんで、はい、また出れそうなんで、よかったっていう気持ちというのは半々なんですけど、ですね、あの、本当にお世話になった場所でございます。まあね、ちょっといろいろ、30過ぎちゃってですね、私も20代の時にいろいろ多分言ってた、まあ、あの売れたいとかいろいろあったんですけど、そういうのも成し遂げてないまま、こういう感じで普通に、生きてます、佐々木です。ということでね。まあ、そんなこともありましたけれどもですね、その30になるタイミングでできた曲をですね、ちょっと1センチメンタルという曲をですね、作ったので、ちょっとそれをね、歌いたいと思います。大人になったらいらない、メジャーがあればひとっ飛び、下から上へひとっ飛び、物差しなんか使わない、大人になったら使わない、賢い大人の計らい、もうそうやって生きるのは儚い、大人になったらいらない、メジャーがあればひとっ飛び、下から上へひとっ飛び、物差しなんか使わない、大人になったら使わない、使い方知らないバカみたい、道なき道は続くだけ、お別れなんだ、進まない、1センチメーター崩れ
さん、長らく、やってしまいました。ごめんなさい。ラストはうずらさんでございます。その前に、佐々木貴博同姓同名という曲を やります。ちょっと曲名の前に煽るんですけども、曲名言っちゃったということでね、同姓同名っていう言っちゃってください。よっしゃ行こうよ、うん行こう、よし行こうよし、はい、どうせ挑め、どうせ挑め、用意するにもあるしない、部屋作りはしない、どうせ挑め、どうせ挑め、大切なのは名前じゃないよ、どうせ挑め、どうせ挑め、皆さん行きますか、いや、さっさと、はい、どうせ挑め、どうせ挑め、はい、いや、さっさと、はい、どうせ挑め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 、はい、ワン、ツー、スリー、はい、どうせ挑め、どうせ挑め、ウィアオサザキ、どうせ挑め、どうせ挑め、はい、ウィアオサザキ、どうせ挑め、どうせ挑め、ウィアオサザキ、お疲れ様でした。